はい、今回は、えー、神田沙也加さんの事件とですね、えー、この母親である松田聖子の、えーまあ、ちょっとおかしいというかよくわからないこととですね、えーまあ、そこら辺のことを含めて。えー ちょっとあの、まあ、皆様が気になることをね、えー、ちょっと考えていきたいと思いますので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします、ここに来てね、えー、まあ皆さんも思っているでしょうけど、えー、事件がまたあのだいぶおかしい方向にあの行きかけてるんですね、えー、メディアも、えー、なんてううのかなも火消しに必死ですね、えー、もう最初はなんか僕、調べた時、えー、思いましたけど ね、衣装が、えー、なかったはずなんですが、突然衣装がで出てきたりしてね、ね、えー、ど,どうしちゃったんでしょうね、衣装を勝手に作っちゃったんじゃないかと僕は思うんですけど、内容もね、えー、もうあのわからないぐらい細かく書いてあるんで、こんなことはわかるわけがない,ないじゃないかっていうことを思うんですよ、これっていうのは狙いが分かっていてね。 マスコミの狙いっていうのは、えー、どうしてもこの神田沙也加さんを、えー、自枠したというふうに持っていきたいんですね、えー、衣装を捏造して、えー、そっち側に持っていきたい、えー、見え見えです、やり方が、えー、そういったことがおかしいと思うんで、ね、えー、今回そのことに、えー、まあ一石を投じていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。 あと、ですね、まあ、このリスナー様も思っていらっしゃる方がいて、僕も思うんですが、この神田沙也加さんのお母さんですね、芸能人の松田聖子、これがですね、ちょっと記者会見の時きに、まあ、何やら様子がおかしいんじゃないかって、そういったこともあるんで、まあ、そこら辺のことをひっくるめて、全部いきたいと思います。あの まあね、最初にちょっと言いますが、本当のことは分かりません、何が起こっているのか、しかしおそらく今回、ね、いろいろ調べた、えー、この事件の真相は多分こ,んなこのような感じだと思います、そしてこれを隠しているという,、ねえー、そう,いうまあ言葉が悪いですが、僕たちの知りたい真相、そしてそれを隠す、えー、メディア、警察も、えー、グルですから、警察の,あの裏側に力が入っているので、えー、全く事件を明かしませんので、それを考えていきます。あの他のコンテンテツででもお伝えしたんですが この神田沙也加さんの事件をですね 考える上でこれ欠かせないものがあるんですが突然、事件の内容に入らないんですね、まず何かっていう話なんですがこの事件の背後、この事件の裏側にはですね日本を支配する外国勢力がこれおるんですね、その日本の事件なのにな何でなのかという話なんですが日本の事件といっても日本というのはいつもお伝えしているように戦争であのアメリカに負けてるんで戦争に勝ったアメリカと戦争に負けた日本ということで宗主国、属国っていう、まあ、主従 関係があるんですよアメリカっていうのは日本のまあ主人に当たるんで、日本というのはいや言葉が悪いし悲しいですが、アメリカの奴隷に当たるんですよ、アメリカ裏,裏組織のねで、その主人がさ、えー、まざ、あ、まな暴力を繰り返すことによって、日本の警察も手出しができないという状態に入っていると考えます、メディアっていうのも、えー、その外国勢力、アメリカ裏組織の完全なる手先なんでね、ね僕たち日本人に本当のことを教えません、一体何を嘘をつくのか、っていうそういったことを、えー、考えていきます。 神田沙也加さんという日本人の芸能人の方が亡くなったというこの事件なんですが、まるされたと確率が高い事件なんですが、これを考える上でで欠かせないものというのがありまして、日本の警察、日本のマスコミ、あるいは日本の芸能界、こういったものに後ろから力を及ぼすことができるアメリカ裏組織、そういったものがおるということです、これを分からずしてこの事件を考えるというのは無理があるんです。よ話のが 合わなくなってしまうんでねで、えー アメリカが日本を支配してるって言ってもそアメリカ人とか支配するわけじゃないんでねあの間接支配って言って日本人とそっくりな人がいるんですよ、外国人でね丸日、えー、って聞いたことあると思いますがそういった人たちを、えー、アメリカ裏組織が使ってですね、えー、マスコミの上層部にその人を、えー、配置して、えー、警察は別だと思いますが、えーまあ、芸能界もそうです、えー、よく丸、ね、日の外国人が多いとかって言いますがその人たちが活躍できるようなそういったまあ土壌っていうかそういった基盤をアメリカ裏組織が作って ってるわけですよ日本というのは戦後から今現在もずっとこのアメリカ裏組織の支配にあ合っ,てっているていうそういったものがありますだから今回のこのじじ事件でもそういったことが、えー、徐々に明らかになっておりまして日本の警察が、えー、なかなかですね <laughs> あの 操作ができないんですよ、裏から圧力がかかっており、でマスメディアとかテレビとか、芸能界っていうのにも、これにもね、このアメリカ裏組織、まあ、シーマーレーといいますが、それが思いっきり力を加えていることによって、ですね事態が非常におかしい方向に行くんですね。で、これっていうのは、えー、<laughs> あのこの前のちょっと前もお伝えしたんですが、 えまず、ですね、えー、こういった謎から、えー、考えていきます、うん、そして今回、この謎が嘘であるということが、えー、分かったんですね、そしてその嘘を隠したという、そういった、えー、ようなことを、えー、考えていきます。 何かというと、この神田沙也加さんの、えー、亡くなった原因ですね、死因のこの謎と、えー、いうことなんですが、えー、皆さんも、えー、これはご存知だと思いますが、ホテルね、ね、えー、高級ホテルの、えー、高いところからね、えー、飛び降りで、えー、亡くなったとメディアは報道しています、これメディアが報道しているというだけですからね、ただの嘘はただの嘘です。あの 飛び降り自慢をしたとかね、ね転落自,自慢したとか、全くの,あの嘘パッチを、えー、かましてるっていう話なんですよ、なんでかっていうと、僕もそうですし、皆さんも、えー、そうだと思うんですが、こういうことをはっきりと言わないんでね、ね、えー、混乱するんですが、はっきりと言いますね、ホテルの、えー、部屋の窓が開かないんですよ、うん、あとホテルの部屋の窓っていうのが開いても少しだけっていうことなんで、そこから下に降りる、飛び降りるってことは物理的に不可能なんですよ、この時点でおかしいこと、嘘であるというこ確定してるんですね。ねでで、えー、前のコンテンテツでも言いましたけど 他の一般人の方がですね調べて、落ちた場所の位置がこのホテルの部屋からおかしい距離にあるということで、これっていうのは明らかにおかしい事件であるなっていうようなことなんですよ。よだからあの変な言葉がが悪いですが えー、それっぽいよ、ね、部屋から落ちたようなところで見つかったっていう風にし事件を捏造してね一連のストーリーを裏側で組んでるんですよ、マスコミ、あと警察の裏側にも力が、えー、及んでいるんでそういった、えー、ある一部の、えー、外国勢力がそういったものを企らんでね、ねそういった事件を画策してる、えー、そういったことがあるんですよ。で、えー この神田沙耶香さんのですね死因がこれがちょっと謎っていうことなんですが、えー、ここがですね一、えー、つこの事件のこれ大きな鍵なんですよ別に嘘でもなんでもないですよ真剣な話です色々調べてこうなんじゃないかああなんじゃないかと考えたこの精一杯なんでね、えー、まあ皆さんも思ってるかもしれないないですが誰かがこういうことをあの考えていかないことにはもうどうにもならないと思うんでね、えー、まあ僕はちょっと考えて精一杯っていうことで、えー、お伝えしていきたいと思いますこの神田沙耶香さんの事件ですが、ね、明らかにこれおかしいってことがあるんですが、えー、この <coughs> 飛び降りでない可能性が高いにもかかわらず、転落事故でない可能性が。 高いにもかかわらずこれどうなっているのかという話なんですが、え神田沙也加さんのですね、えー、司法解剖、えー、亡くなった遺体をです、ね、解剖していないということなんですよ、これこういったことから何がわかるのかというと、はっきりとした、まあ、亡くなった原因がわからない、えー、真相がわからないということなんですよ、すべてが憶測になる、別に僕は憶測を言うわけじゃないですよ、えー、こういった解剖していないということから、わ、えー、からないということです、えー、亡くなった原因のし真相がわからないと、えー、いうことに、えー、なるわけですよね。うん ねえ。 えー、やっぱり何が問題なのかというと、まあ、僕はこういうふうに思うんですけど、まあ、神田紗也加さんという日本人のです、ね、方が、えー、1人亡くなっているにもかかわらずで、何かしらおかしいところがある、ねえー、ホテルから飛び降りたという割にはおかしいところがある、転落にしてもおかしいことがあるにもかかわらず、つまり事件性があるにもかかわらず、警察が捜査をしない、でこれというのはあの解釈の問題で異なりますが、解剖しない理由はなぜなのかということなんですが、えー、たまるがばれないためだと、えー、考えます。解剖してですねもし ああのまあ、今回言ってきますが <coughs>、疑惑が出るわけですよ、疑惑というか、まあ、明らかにそうだと思うんですが、そういったことになりますと、事件性が出るということなんて、犯人が何かということで、そこに追及に入るわけなんですね、そういったことを追及させないがためにえこういうことを解剖していないんですよね、うん、そういうふうにあのきちんと考えていくんでで。 もちろんこういったことを一般人ができません、<laughs> 警察がですね、まあ、例えば捜査するしない、解剖するしないということを決めるんですが、日本の警察の裏側にですね大きなる力が働くことによって、こういったことができなくなっている、公平な捜査ができなくなっていると、そういったことです、でここから非常にこれっていうのはやばい話を考えていくんですが、<laughs> まあ僕のところにちょっと寄せていただいたね情報がありまして、ちょっとその情報をね手がかりに考えていきます。 えー、言葉が悪いですが、メディアのデたらめとか、どうでもいいです、別に、あのやつらは本当のことを言いませんから、僕らにね僕らは自分たちで何が本当かということを、えー、調べていくわけですね、うん、でこの <coughs> 神田沙也加さんのですね亡くなったことの原因に対するこの警察の返答についてなんですが、これがまあ非常にこれおかしいんですね。 僕のところに、あのーまあ、僕は皆さんに何度もお伝えさせていただいている、まあ、三浦春馬さんのです、ねえー、件、あと、まあ、竹内優子さんの件、えーまあ、芦名誠さんの件、えー、藤木隆さんの件、そういったものがおかしいと思ってですね、まあ、コンテンツを調べたりとか、あと三浦春馬さんのです、ね、チラシ配りに参加させていただいているんですが、えー、今回もですね、えー、前回別の動画でコメント欄に三浦春馬さんのファンの方から、えー、とても有力な情報をいただきました。<laughs> 僕もあの、えー、この前お話しさせていただいたんですがこの三浦春馬さんのですね チラシ配りをされていらっしゃる田中太一さんという方がいらっしゃるんですが、全国を回ってその三浦春馬さんのね事件がおかしいと行動されている方がいらっしゃるんですが、この方のツイッターをね拝見しました。この田中太一さんのツイッターの情報が非常にこれ有力であるということを寄せていただいたので、えー、見てみました。僕はあの田中太一さんとね、えー、少し前に、えー、三浦春馬さんのチラシ配りの時に、えー、ご一緒させていただいて、えー、まあわかりませんが。<laughs> 10分ぐらいかな直接お話を伺ったことがあるんですよ、でこの田中太一さんという方はですねすごく頭のいい方なんですよ、僕はあの前、ね、いろんなことをあの、まあ、思ってたんですけど、でもその田中太一さんにお伝えしたらね、田中太一さんはあの、のまあ 僕もっていうか田中太一さんもそういうところでは全部分かってるよっていうことをおっしゃって,てその外国勢力の関与の件ね、ね三浦春真さんの件、そういうのてあるって分か,かっているよとおっしゃっていただいてでも <laughs>、突然そういうことで言うとね人々の理解を得られないんだっていうことをおっしゃっていて,いて、まあ、僕は聞いたこともねほとんどわかっていて全部答えていただいたんでこの方っていうのはとても頭のいい方だなと僕は思っております。 そして、行動力のある方だなと思ってておりますそして田中太一さん三浦春馬さんの件もそうですが当然、今回のこれ神田沙也加さんの件もおかしいと思っていらっしゃるわけですよ、そういった僕もそうですし、田中太一さんもそうですリスナーさんもそうです、多くの人がこの事件っていうのはおかしいなと思って、田中太一さん、この神田沙也加さんの件に関して警察に直接電話をしたみたいなんですね、うん、でその時の情報がで Twitter、ね、に出ていたんですよ。 でそのことをあのこことをからお伝えさせていただきます田中太一さんが警察にです、ねえーまあ、事件、丸されたこの可能性について、えーまあ、聞いたとき、えー、誰かに殴られたのか、まあ、どうかっていうかい亡くなって原因はどうかと聞いたとき、なんと警察は、えー、否定しなかったと、そして警察はご想像にお任せしますと、えー、答えたということなんですね、田中太一さんがどう考えても異常な回答であると思いますと、えー、おっしゃっています。 ここに、えー、この事件のですね、えー、言葉が悪いですが、最大の鍵がかあの隠れているんですね、もうすべて証拠を、えー、消されてしまいました、しかし、えー、言葉が悪いですが、えー、何もわからないということを、ねえー、思ったのか、なんだか知りませんが、ものすごいことを、えー、答えているなと、えー、僕は思います。 一般人がね田中大地さんというのはまあ活動されてますが一般人として、一般人がですね事件についてあのーまあ、警察にき聞いたとき <coughs>、事件性ですね、丸されたとかあとまあ殴られたとか、そういったことに関して否定せずにっていうこのがポイントなんですよで、ご想像にお任せしますって、それ一般人に対してそういうふうに言ったのか、なんだか知りませんが、で田中大地さんも異常な回答だと思ってます僕も、えー、思います。 田中大地さんという、えーまあ、行動されるか方がですね、えー、この警察に問い合わせてもう田中大地さんも当然この事件がおかしいと思っていらっしゃるんで田中大地さんも僕も李さんさんも、まあ、普通の人なんで一般人ですが一般人の目にこの事件というのはおかしく映るんですよで、それをおかしいと思って電話して聞いてみたらね警察の反応がさらにおかしかったとっいう話なんですよね。誰かかが殴ったたののとといいいいううを聞いたここに否定しないっていうところ なんですよこれ、何かっていう話なんですが誰かが殴ったことを否定しないってこれどういうことかと殴られたということですよ、ご想像にお任せしますんんわ訳わかんないですよ、これ何言ってんだって話ですからね僕たちが一般人だから想像するとかそういった話じゃないんですがまあ例えば何かを言って、えーまあ、嘘がバレるとか裏側から警察もね、えー、分かりませんがこういう,うに言えって言われているのかもしれませんが本当にこの田中太一さんのおっしゃる通りですよ、これ異常なことを警察が答えてるんですよ。で 警察は、えー、このようなことを、えー、答えておりますが、えー、もう真相が、えー、闇の中に入っています、理由はなぜかというと神田沙也加さんを一日で火葬して証拠をなくしたからです、これみんな皆さんも思ってると思いますが、一日で仮装しちゃってこれ異常ですからね、異常の速さでやっているわけですよ、なんでこれこんな異常な速さで火葬に持ってったのかというと、この田中太一さんが警察に問い合わせていただいたことからわかるんですね、うん、殴られた、えー、形跡があるんですよ、否定していないということで、殴られてるんですよ。うん ね、誰かに何かをされてるわけですよ、そのぼボーマル行為とかね、ね、うん、そういったことを、ご想像にお任せしますって想像僕らが想像したってもう分かんないですよ、あのもう遺体が仮装してしまってるんでね、ねそういったもう状況に、えー、追い込まれてしまってるってそういった、えー、話なんですよ、だからこういったことから考えるとメディアの嘘なんてどうでもいいですから、本当のことを言わないからね、この田中太一さんがあの問い合わせていただいたことの方がよほど真相にたどり着く可能性の高い、えー、内容だと僕は思うんですよ。 この1日で神田沙也加さんを仮装したっていうことはね何を,何を物語るのかというと、似たような状態、損傷を隠すためであると考えます、このことからまた何を考えていくのかというと、やはり飛び降りたっていうのは嘘であったとっいうことを思うんですよ、何者かに、例えばねあの、まあ、その怪我をさせられるようなことをしたその可能性っていうのがありますし、そこからですね病院に運ばれて口封じにされたとか、そういったようなことであることがわかる。で警察っていうのは あの解剖していないんでね、えー、分かりません、解剖しない理由はなぜかというと、解剖することによって、ですね嘘がバレるからです、えー、飛び降りではないということがバレる。えー 体に怪我があったということはバレる、事件であるということが発覚する、つまり犯人を追及することになるから、そういったことの一連のことを全て隠すがためにそういうことをやったと思います、これっていうのは本当に日本国において大きな問題なんですよ、警察の裏に力が働いて、メディアの後ろに力が働いて、僕たち日本国民が何もわからない、そして日本の芸能界で活躍する日本人が1人、神田沙也加さんという方が亡くなっているわけですよ、こういったことは非常にこれ大きな問題だと思うんで。 だからこのことを真剣に考えているんですよ、あの警察はこの事件に関して調べていない調べないように言われている、その可能性が高いということです、警察の裏側に力あの圧力がかかるって、こういうことです、警察は捜査をしようと思っても捜査ができない、そういった状況に陥りました、そしてもう全て証拠がなくなりました、神田沙也加さんの遺体を1日で火葬したからです、そしてここから考えていきます。 神田沙也加さんのです、ねえーまあ、両親、これ松田聖子と神田正輝ですが、この会見についての,この違和感、これをです、ね、おかしいと思った人が多くいます、えー、僕も、えー、おかしいと思いました、これに関しては非常に難しい話なので、なんともちょっと言いかねる部分もあるんですけれども。 神田沙也加さんのですねその会見に松田聖子と神田正輝が出てきましたが、まあ、何やらねこうなんてううのかなちょっとうまく表現ができないんですが、こうマスコミに気を使うというか、なぜ気を使うのかというのはもうわけわからないんですけれどもね、ね気なんて使う必要もないんですよ、だって自分の,あの子供がですね亡くなっておかしいところがあるんで調べてくれってうそういう話だと思うんですが。 そうではなく、この松田聖子が、えーね、やけにマスコミに気を使うと、えー、まあ神田正輝も、ね、口数少なくという形なんですが、これに関して思うことっていうのは僕、一つあるんですよ、もちろんあの松田聖子をあの擁護するそんな話じゃないですよ、松田聖子と、えー、神田正輝の後ろにですね今度これ芸能界の裏側から力がかかっていると、えー、考,え考えます。えー、もちろんですが えー、松田聖子と神田正樹にしてみれば自分の大切な子供がですね亡くなっているわけですね、えー、何やらおかしい形で亡くなっているというのは僕らが思うことなんで当然、両親であるこの二人っていうのはそう思うんですよ、しかし何もメディアの前でそういうことを言いませんでした、なぜ言わないのかということをこ今度考えていくと、これっていうのは言わない状況を作られている、言えない状況を作られている、えー、そういった、えー、ことを考えます、後ろ側から芸能界の圧、えー、力をこれ食らっている可能性があるんです。あの <laughs> 神田正輝、ねえー、と松田聖子はです、ねえー、神田沙也加さんの遺骨を持ってマスコミの前に出てきて、ねえーま、何やら口数少なく話していたと、まあ、そういったことがまあおかしいと思った方がいます、でまあ、これというのは憶、ま、測、あえーまあの意見が出ないのであんまり言いませんがこの松田聖子というのはやけに若々しいですよね、見た目がね。 その若お墓しさが、えーまあ、日本の芸能界で蔓延しているとされているその若返りの,その薬が関与しているということがあるのかもしれないんですがだからといって別に松田聖子とか神田正樹が事件に関係あるということではないんですよ、ただ、えー、口数が少ない、メディアの前で言わない、えー、何,何やらおかしいことを、えー、態度を示したことの理由はなぜかというと芸能界の力がこの2人に及んでいたからだと思います。 皆さんも、えー、思うと思うんですが松田聖子とか神田正輝ってあの芸能界の中で、えー、お大御所じゃないですか有名人じゃないですか、芸能有名芸能人なんですよ。 そういった2人、ですね、松田聖子と神田正輝が、えー、メディアの前で黙る、えー、この2人を抑え込む力が後ろにかかっているんですよ、当然、えー、松田聖子も神田正輝も、えー、思っていることはいろいろあるはずです、子供がね、えー、変な風に、えー、亡くなっているわけですよ。 先ほどのホテルから落ちたっていう割にね、えー、ホテルの窓が開かないじゃないかっていう、ね、わけわかんないわけですよ、何があったのかって両親は思ってるんでしょうけどそういったことを例えばメディアの前で言わない、えー、その後ろからの圧力がこれかかっていると、えー、そういうふうに思います、これは僕の憶測なんで、はっきりとっていうのは分かりません、そして、えーまあ、皆さん最も思っ,てされ思っていらっしゃると思うね、まあ、難しい話なんですが。 このですね神田沙也加さんの事件の背後にいるこれグループってこれ何かっていう話なんですよ、でこれを考えていきますもちろんはっきりとっいうのは分かりませんが、例えば誰もこういったことを言わないんでねこういったところにちょっと考えて真剣にあのまあ、思いを伝えていこうと思うんですが。が この,です、ね、<laughs> あの神田沙也加さんの事件というのは、えー、何が関係しているのかというまず話なんですが、日本の警察、日本のマスコミ、日本の芸能界、えー、これらが関係している可能性が、えー、あると思います、まあ、三浦春馬さんとか滝内優子さんの事件もこれ同様の構造が、えー、あると思いますで、この日本の警察、日本のマスコミ、日本の芸能界の、えー、上におるものは何かという話なんですが、先ほどのアメリカと日本の関係で,です、ねえー、アメリカという、まあ、日本の主人です、宗主国と言われている。 で日本は属国と言われてますが、扱いがも,うもはや、ねえー、完全にこうアメリカ、裏組織の言いなり奴隷となっている、まさに本当奴隷の感じなんですが。 この事件に関与しているというのはアメリカ CMA ていう、まあ、アメリカ裏組織、あとですねその CMA が世界の活動として拠点としてる KCIA というのがおるんですがおそらくこういったものが関与している疑惑が考えられます。もちろん本当のことかどうかっていうのは分かりません、誰も言いませんから、えー、必死に考えてこうなんじゃないかなんじゃかと僕は考えたんですけれども、正しいかどうかっていうのもちょっとわからないところもあるんですけれども。で まあ、いつもの話ですけども、メディアの構造はどうなっているのかっていう、テレビの構造、マスコミの構造はどうなってるのかっていうと、 アメリカ裏組織が日本人にそっくりな人です、外国人をメディアの上層部に配置して、そういった人たちがアメリカシーマレーと丸日外国人、その外国勢力が一緒になって、例えば日本人に嘘を流す、あとは聞いたことあると思いますが 3S 政策とかって言って日本人愚民化計画って言って日本人を陥れるようなそういったことをしているわけですね。 外国人、外国勢力はガツっと、えー、牛耳っているってそういったことなんですよ。まああの違った言い方をすると丸日試合構造とかっても言うんですけれどもで、えー、まあ、<coughs> マスコミ、えーまあ、メディア芸能界っていうのは。えーまあその まあアメリカ c マレーが抑え込まれているという話で今度、c マレーの方に行きましたね、ねじゃあこれ今度、警察はどうやって抑え込んでいるかという話なんですが、もちろんこれというのもあの警察も、えー、アメリカ c マレーが抑えております、はっきりとっていうのは分かりませんが、分かっている情報を駆使して、えー、考えていきますと、日本の戦後にできたです、ね、公安警察というものがあるんですが、この公安警察の位置が、ね、アメリカ c マレーの傘下の機関が公安,に公安警察ということが分かっているので、何かしらこの、ここら辺が関与しているその疑いが、えー、あります。 もちろんはっきりと言うのは僕らにはわからないんですがどういった構造になっているのかということを考えるとアメリカ c マレ l a という外国勢力がですねまあ マスコミ芸能界の方に圧力をかけることによってです、ね、そのまあメディアと芸能界を抑え込むで、警察の方には直接か分かりませんが、その <coughs> まあ、調べた資料を見たんですが、そのアメリカ裏組織とその直後に公安警察の関与が考えられる、えー、っていうことなんで、例えばもしこれが公安の関係する案件であったとした場合、日本の警察の上に行くんですね、公安というのは。つまり日本の警察が手出しができない、えー、そういったことです。ここういいっっったものが裏側にに固まててることによ ですね、僕らが出る情報というのは嘘なんですね、うん、テレビの話が嘘だと思っている人、多くいますが、深く、そのなぜということを考えると、こういったことが考えられるんじゃないかと思います。 ほとんどの人はこういった話をしないんですが、わ、えー、からないんですよ、それでね、えー、神田沙也加さんは、えー、自丸なのか、えー、事故なのか、えー、丸されたのか、うん、自丸ではないと、えー、多くの人が思っていると思います、事故でもないと思っていると思います、丸されたと思っていると思います、一番難しいところです、なぜなのかという話です。 外国勢力って言ったって突然いきなり外国勢力が出てくるわけではないんで外国勢力が日本をわからないように支配してるんですよ、でその日本のまあ、支配下に誰がいるのかっていう話なんですが、えー、そのメディアを抑えているのは、えーまあ、その外国人、外国勢力。でまあ、その当然、えー <laughs> 表だってそんなね警察って言っても誰がやったかっていうのはわからないしまあ正直言うと裏組織みたいなのがあると思うんですよそういう、まあえー、まあ口封じをするその裏組織そういったものがあ,あると思うんですがそういったものはですね当然、えー、日本の警察は、えー、手に負えない状況になりますなぜならアメリカ裏組織が上にいるからですアメリカ裏組織が、えー、まあ、日本の主人、えー、あの。 宗主国、主人であり、日本が属、えーまあ、国、奴隷の感じなので日本の警察というのは日本の側に入るんで当然ですが、えー、今回被害に遭われている神田沙也加さんもそうです、日本の側に入る、で僕たちあの日本人、日本国民というのも僕らもこちらの日本の側に入るんで、この上のですね、えー、アメリカ裏組織が関与している事件、これっていうのは日本の警察が手出しができない、えー、こういった、えー、ことになっていると思います。 日本の中にですねこの外国勢力が昔からですが、戦後からずっとですね、えー、おるんですが、このまあ、えー、策略、謀略ていうのがですね、えー、まあ、ここ最近ひどいと、えー、皆さんが思っていると思います、一連の、ねえー、芸能人がおかしい感じで、えー、亡くなって全て閉まると。えー 片付けられててててるっっっおおかかかししいいいんじゃないかって僕もおかしいと思ってます何か、えー、手がかりはないのかと、僕らは一般人ですが、えーねえーまあ、そんなこともあるんだろうか、そんなことを別に言ってる場合じゃないんでね、ね、えー、何か1人でも多くの方が、えー、こう言っておかしいことにこあの起きてるってそういうことを気づいていただければと思ったんでね、ね精一杯調べてお伝え。えー させていたただきましたあのマスコミの本当嘘の要注意ですよあの、あの亡くなってすぐには、ね、衣装がなかったとっいうものが急に衣装が出てきたりして、もうそばっかついてんじゃねえっていう話ですから、で言葉が悪いですけど、そういったものに騙されて、でこの例えば僕が話してるのはもうこれは真剣な話ですから、こういったものに全くわからないと、で、えー、その <coughs> 人間の話と話がどんどん広まってね、うん、その神田沙也加さんというのはね、えー、自慢なんだとか。って、ね でなんか <laughs> 遺書があったんだとかね、えー、知りませんけど、恋愛関係悩んだってね、嘘ばっかついてんじゃねえっていう話ですからあの、本当にもう僕たちが住んでる日本国において、日本人が亡くなってるって、これ重大事件なんで、これをちょっと皆様と真剣に考えていこうと、そういうことを思ったので、今回もこちらの、ね、内容をお伝えさせていただきました、えーまあ、何かの参考になっていただけるものがあればと思います、えー、調べて精一杯なんですが、証拠とかそういったものは分からないです、すべて隠しているわけですから。 隠してる側っていうのはすごいものを隠してるんですよ、えー、国家間をまたいでね、えー、日本をあの支配してるものなんで、ただ僕たち、日本国民がですねずっとそれに何も気づかずにいたら、えー、状況が悪くなる、その一方だと思うんで、えー、そういうこと、ないようにね、えー、僕らが何かを気づ,け気づけないかと、そういうまあ思いで今回お伝えしてみたので、今回はここで終わりにさせていただきたいと思いまままます最後まで聞いていいいててたたただきましししありがとうございました失礼いたします。